はい、じゃす。副業がバレない夜の男。えー、夜の男の仕事ですね。まあ、バレるタイミングっていうのは、えっ、ー、と、当然税金なんですけれども、えっ、ー、と、まあ、税金の確定申告はご存知の通りですね、1年間に、えっ、ー、と、20万円、えー、以上の場合ですね。えー、この場合に確定申告が必要になるので、まあ、この点で可能性としてはあるんですけれども、ただ、周りでですね、確定申告をしても、 業がバレたっていいいう人は1人はもいないんですよねでよく僕もあのオンラインビジネスのコンサルやってるのでいろいろあの始めるタイミングで税金はどうするんですかとばれないんでしょうかっていうご相談いただくんですけども、まあ、あのこれはですね、えー、とまず始めてみて、えー、稼げるようなら、えー、と要はその仕事を将来ですね辞める、えー、こともですね視野に入れてですね、えー、と考えればいいのかなと。 要は、自分で、えっ、ー、と、こっちの方が面白いと、これで食っていきたいって思えるのであれば、えっ、ー、と、ガンガン稼ぐといいと思うんですよね。で、稼ぐことに躊躇しても、えっ、ー、と、しょうがないと。要は、独立してやっていった方が自分に合ってると思うのであれば、もうバレてもいいやっていう感じで、どんどん稼いでいくといいと思うんですよね。まあ、ただですね、えっ、ー、と、 それぐらいの金額だとバレてないというのが現状なので、まあ、えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、実際そうなのかなというふうに思いますね。で、まあ、えっ、ー、と、副業ですね。まあ、夜の仕事っていうのはいろいろあるんですけども、まあ、あの、基本的にはですね、バレないっていうのは、その、要はお金の動きが記録に残る、まあ、振り込みだったりとか、 えー、そういった場合に当然記録に残って、あの、調査されやすいってことなので、まあ、現金で手渡しでもらうような仕事ですね。まあ、お水系の仕事。まあ、例えば、その、キャバクラの送迎とかですね、あの、えっ、ー、と、ソープ場の送迎とかですね、えー。そういった仕事っていうのは結構、あの、現金手渡しだったりとかするところが日本はまだまだあるので、まあ、そういうのはバレないのかなというところですね。 まあ、あのー、そういった面で現金で手渡しっていうと、まあ、昔ながらのアナログな方法をとってるところ、まあ、それ、アルバイト、昼間のアルバイトでもあったりするんですけども、夜の仕事でもですね、まあ、警備員とか、まあ、警備員はさすがにですね、あの、法律縛られてたり、あの、会社が入ってるので、手渡しっていうふうにはなかなかいかないと思うんですけども、まあ、あのー、交渉してみる価値はあるかなと思いますね。えーまあ えっと、どっちにしてもですね、今はあの、副業をこれからやっていかないと、とても食えない時代になってきますね。えっ、ー、と、要は収入源がいくつあってもいいと。ただ体が一つだと、えっ、ー、と、たくさんのところで働くって時間も限られますし、時間を、と交換にお金をもらうわけなので、えっ、ー、と、エンドレスでやっていくといけないですよね。心身ともに疲労していきます。まあ、そこであの、 オンライン上のシステム、えっ、ー、と、インターネット上のシステム、IT を使えば、あなた以外にどんどん、えっ、ー、と、別の時間で働いてくれると、えっ、ー、と、あなたがどん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 増えていくようなイメージですね。まあ、こういったその収入、資産の作り方っていうのをオンラインビジネスコンサルでやっています。で、もし興味があれば、動画の下にある説明欄の方から無料でメールマガジン登録いただいて、こちらの方でご相談いただければなと思います。個別コンサルやってます。あとはフィリピー中のコンサルですとか、 えー、その他様々な、えっ、ー、と、有料サービスをやってますので、興味あれば連絡いただければなと思います。いつもありがとうございます。